チューに仮パクじゃない、なんかパパからもらいました、もう一個ね、ノースフェイスの、あパパからもらった、なんかパパがねこれくれた、だからパーカー2個目2つある、パパからもらったやつ、正式にいただいた、え違う仮パクじゃない、全然もらったんだよ。そうだ見て、そう私なんとかグミ研究会に入ったんで、グミを今日買いました。男梅のグミです、こちら買いました今日。なんかめっちゃハードで、なんか動いた後って酸っぱいものとか炭酸とか飲みたくなるんですよ。だから梅のグミ、男梅のグミ、そう男らしい選択って、私女だよ、そうさすがでしょね。でもねもうチャットの時間とか終わっちゃってて、そうだからね宣伝できなかった、ね、副部長狙いますから、はるちゅん、はるちゅんねお家にねこのグミはあるんですよ、ハリボーのグレープフルーツのグミ、これもおすすめです、はるちゅんにとっては。こちらグレープフルーツ味すごい好きなんでね、こちらもおすすめはるちゃんグミ部 入ったわ、これやばね、推しグミです、はるちゃんの。あとなんかあったっけなね、あとあお菓子箱にあるわグミ、そうだお菓子箱にから取ってきたらグミもっと多くなる気がする。机の上にあるのはまずそれが、そうね、ヤッホー来てくれてありがとう、カイコ発見ありがとう、ね、ワールドグミ研究会に入ったんでね、そうそうそう、ルアシーと木本と頑張ります、ね、グミ食べたことない方いるんだ、何食べんの？グミない。入るのに資格？え、いらないんじゃない？なんか、入ってよって言われたから入ったんだよ。ね。だから、資格ないと思うよ。昨日入ったばっかりなんで。ね。これもしかし、え、ふーちゃんさ、え、資格、か、え、取ったのかな？これ。なんか。ね、気づかないうちにね、気づかないうちにもしかして資格取った、はるちゅんこんばんは、ブザビートありがとう、早く発見ありがとう、こんばんはお疲れ様、はるちゅんってありがとう、お疲れ様です、早く発見ありがとう、あおやすみ、いい夢見てね、ありがとう、グミが好きなら誰でも、え、そういうことなのかな、ね、なんだろうね、資格、え、これ写真撮って今日の推しグミってやろう、あ、違う、今日の食ってね、なんか背景、いい背景ないかな、ここ配信越しにこうやってこれ見えてんのかな、見えてないわ、こうやって、あ、後ろの壁にすればいい、ちょっと見えないかな、あ、大丈夫だ、そっか、そっちが見えるわけじゃないんだもんね、そうだね、壁なんか白い壁欲しい、白い壁あるの、ちょっと待って、ね、毎日配信来ると違うところは多分ない気がする、よし、いけたいけたね、
違う、あの メンバー一緒だけど多分人数増やしていくんだよこれから。4期生も入ってくるっていうことだし、多分4期生にもグミ好きな人いると思うからね。こんばんは。ね、入れるものなんですね。私もちょっとびっくりですね。経験者優遇してくれる職場ですかって何の経、何の経験者なんだろうこれ。グミってこんばんは、ね、ベルワールド民になればいいの。ワールド民、ハルちゃんワールド民だよ。可愛くて美人で最高、ありがとう。やっほー、ね、取って出しグミ今取った。可愛く発見ありがとう。あ、俺の背中使わせてくれたのマジ、ありがとう。そりゃ嬉しい。こんばんは。え、先輩入れますよ絶対。え、入れるでしょ。入れるかな、わけや入れると思うんだけど。先輩グミ好きな方いらっしゃいますかね。はっちゃんさ、先輩がグミ食べてるところあんまり見かけたことないんだよね。食べてんのかなグミ。こんばんは。スパイなんだろうこれ、なんとかせん、なんだろうこれしか食べてないって、なんだろう。可愛く拝見ありがとう。フォロワー3000人おめでとうって、ありがとうございます。え、私本当にこうやってんの。え、本当に3000人いってるんですか。マイページ見よう。あ、本当に3000人だった、ありがとうございます。やばい、ちょうどちょうどジャストっていうことはさ、誰かに外されたらもう終わっちゃうね。誰かフォローしてね。こんばんは。俺はベルワ、ベルワールド民でハルチュン沼民でもありますって。え、ありがとう、嬉しい。ね、歯リップありがとう。日向さんグミ好きなの？そうだったの。ね、美容室でワールドグミ研究部員と名乗れますねって。え、何ですかそれはって言われちゃう。いただきます、チョコ。ハイチュウは、うん、ハイチュウはハイチュウだよ。わかんない。こんばんは、かいこ発見ありがとう。ブザビートありがとうね。粒グミ食べてんの、うん、いいね。ね、あ、みゆみゆさんのカバンの中にグミあるの。じゃあグミ食べるんですね。ブザビートありがとう。フリですかって、やだやだ。フォロワー数3000人達成って、なんか、え、待って、ね、なんかさ、これ絶対さ、ちょっとさ、今フリですかのさ、あとさ、誰かに消されたわ。え、消されたわ絶対、ここにいる人たちに。だってなんか今4人さ、じゃあ4人さ、何々さんがフォローしましたって、ドドドドドって、え、これ本人にのみ表示されていますか。あなたと本人のみだから、みんなに映ってないのか、ね、私のところには見えるね。4人フォローしましたって来たもん。これフォローし直したね、これ。
うわやったな。ね、名前出てきた。だからかコメント欄にフォロワー3000人って急に出たのね。はるちゃんチョコボ作りたいね。チョコボいいよね。そういえばね、昨日ねチョコ食べたんだよ。そういえば昨日ね甘いもの食べたくてこれ食べた。これガーナ、ガーナリップルってハートが、ハートの形のこれね、いつもね200円ぐらいなの。え、わかんない、200円ぐらいだっけな。なのになんかドンキで安かった、もう100円しないぐらいね、80いくらだった気がする。今ドンキおすすめだよ。今みんな行った方がいい。このチョコめっちゃ安い、このチョコめっちゃ安い、ガーナだから。めっちゃ甘いですね。甘い。こんばんは、美味しいね。ハイチュウとハルチュンって似てるよね。ありがとうね。フォローし直した方がいる。そんなことする人いるんって。いるよ。いた、ね、いたいた、ね、ダチョウ倶楽部の真似をするからってみんな真似しちゃったの。可愛くて美人で最高、ありがとう。なんか変なダンス作っちゃった。ね、バレバレですよ私には。可愛くて美人で最高、ありがとう。こんばんちゅん、可愛く拝見ありがとう。ガーナですがなって。そう、ガーナ、ロッテのガーナのチョコ美味しい。可愛く拝見ありがとうね。ショコラブいいね。チョコ物いいね。これは買いに行くしかってね、買いに行くしかだよ。可愛い子発見ありがとう。え、半額ガーナを見つけた時を再現してくださいって。あ、ごめん、これはるちゃんがね見つけたんじゃないんだよ。これママちゃんが買ってくれたね、半額ガーナね。だからはるちゃんわかんない。え、でも買ってきてくれた時の喜びを再現するとありがとうっていう感じ。ね、はるちゃんさ、そうチョコめっちゃ食べちゃうの。なんか疲れた時にチョコ食べたくなっちゃうんですよ。甘いもの食べたくなるから。てか昨日食欲やばすぎた。なんかあの公演前にあのお弁当本当は食べないんですけど、公演前に、昼夜の公演前に食べて、で夜さもうあのね、あの自分であのね牛丼をね食べて、冷凍の牛丼、冷凍牛丼っていうんですか、なんかご飯をポンってやってで牛丼温めてチーンってそれ食べるやつ、それ美味しい、そう乗せるやつ、それ食べて、その後に本当になんかそれ食べた1時間後にもうお腹空いてて、もうやばかったね。だから頑張って寝た。昨日の公演ありがとうねって、こちらこそありがとうね。ドンキね、ドンキ迷子になるよね、わかる、迷っちゃう、うん、こんばんは。今日は何してたと思う。今日は一日中、ね、一日中
運動してた。やばい、なんか肩が痛いもん。ストレッチしないと。ね。ね、疲れた時に食べたくなるよね。わかる。こんばんは。ロッテ、そうロッテ。ね、そう、乗せる牛丼。そうそうそう、今日の髪型すごい似合ってるねって。 ありがとう、嬉しい、ね、ただね、あのレッスンだっただけなんで、適当にポニーテールしただけなんで。昨日の触覚めっちゃ可愛かったよね。え、わかる。はるちゃんね、リクエストして、なんかはるちゃん自分じゃ負けないんですけどね、ちょっと巻いてみてくださいってちょっと頼んだらすごい可愛かったね。ね、リハリハリハって怖い、なんか怖い。目覚めてありがとう、ね、生誕祭の3部楽しそうですねって。あ、楽しいですよ、ね、楽しい、ね、可愛い子発見ありがとう。あ、そう、今日はるちゃんベイビーね、はるちゃんもこれから見るんですよ。今日全然見えなかった、楽しみ。12時からね公開されたんですけど、 YouTube にぜひ見てください。うん、焼肉行かなかったね。うん、うん、普通に3食だと思うじゃん。焼きそば食べたね、牛丼食べた、1時間後に焼きそば食べた。あのさ、何の焼きそば、あのさ、自分で作る焼きそばあるじゃないですか、あのカップ麺じゃなくて、なんだっけあれ、あ、まるちゃんだ、まるちゃん、まるちゃん美味しい、マジで。まるちゃんだったら2人前いけそうね、すごい大好き。はるちゃん専用のまるちゃんを買ってきてもらってるんですよ。はるちゃんがまるちゃん好きすぎて、だからあの夜食としてまるちゃん食べてる、自分で作って。うざびてありがとう。昨日3部、あ、カラオケじゃないんだね。あの研究生公演、あのパーティー公演では3部ね、カラオケじゃないのよ。なんかその子が選んだ NGT 楽曲2曲と、あともう一つ、あの NGT 以外でも何でもできるアイドル楽曲を1曲みたいな。そう、だから先輩とちょっと違う、ね、で昨日はリリカが生誕だったので、リリカが、心に太陽と何かがいると、で君はメロディーですね。はるちゃん何にも考えてない可愛い子発見ありがとう。こんばんは、配信終わったら見る予定、ありがとう。昨日の公演ではるちゃんのことがさらに好きになりました、ありがとう、嬉しい。こんばんは、クレープ美味しそうだった、美味しかった。
いや食事中というかチョコ食べてる、食事は後で食べるんだよね。あーやばい、落としちゃった。蓋閉まってたから全然大丈夫なんだけど落ちちゃったね。まるちゃん間違いないよね、本当にまるちゃん美味しい、マジで。あ、塩味好きなんだ。もやしね、昨日めんどくさくて入れてないんだよね。あのもやし入れた、もやし入れても美味しいじゃないですか。でも何もなくても美味しい。でもはるちゃんはよく作るの、作る時あの時間があったら焼きそばにあの目玉焼きをね、あの作ってそれを乗せて食べる。ペヤング一番ですか。私 UFO 派なんだよね。ね、3人前いける。え、まるちゃん、え、マジ、はるちゃんそれはやったことないね。3人前か、3人前だったら家族で食べるときは、まあ、そんな感じだけどさ、一人じゃ無理かもね。そう、フライパンで作るやつ、そうそうそう、まるちゅんってまるちゅんの焼きそば。鼻にクリームつけるあざとさ、わざとって、わざとじゃないよわざとじゃないよ、ね、ついちゃったんだよ。君メロ選曲良かったってね、はるちゃんもさやってみたかったからすごい嬉しいですね。ね、まるちゃん3玉いける？マジ？ちょっとやってみようかな。じゃあパフォーマンス披露はそれはそれでうらやましいって。あ、本当ですか。じゃあぜひ、じゃあはるちゃんの生誕祭の時遊びに来てね。いつかわかんないけどまだね。ちょっとね、何しよう。え、本当にはるちゃんまだ何も考えてないの。生誕祭やばいよね。うん、はるちゃんスピーチもできないしさ、今から考えないといけないんだけど絶対。うん、やば、何も考えてないわ。可愛く発見ありがとう。最近はるちゃんめっちゃ綺麗やでって、ありがとう。NGT 以外はどの程度の縛りがあるのって。 NGT 以外、あの48グループだったら何でも OK じゃない。うん、ね、何かがいるね、めっちゃ人気だよね。はるちゃんさびっくりしてみんなに聞いたんだよ。え、なんでみんな何かがいる選ぶのって。そしたら最初のさ、あの何かがいるよっていうところ、あれめっちゃ可愛いって、みんなみんな やりたくてあれ選んでるらしい。うん、ね、そう、みんなみんな好きらしいよね。え、はるちゃん、はるちゃんどうしようね。ね、踊ります踊ります、そうそう、こんばんは。出陣、おお、千葉公演組の出陣やろうかね、こんばんは。あ、お疲れ様です、ありがとう。ちゃんはクレープスプーン使わないんですかって。スプーン使わないですよ。いや、じゃあ普段は使いますよ、普段は、普段は使うよでもスプーン使っちゃったらさ鼻につかないじゃないですかかわいこ拝見ありがとう
じゃない、アマゾじゃないよ、わざとじゃない、全然わざとじゃないですよね。可愛い子発見ありがとうね。こんばんは。宇宙の生誕祭は会社辞めてでも絶対に行くからなって会社辞めなくていいわね。乾燥袋麺の焼きそば美味しいよって、え、だよね、わかるわかるわかるね。ぶっつけ本番の選択肢、え、はるちゃん30分ぐらいかかるかもしれない。それじゃあスピーチの時間どうする？1時間かかったらね。手紙、手紙の方がいいかも、はるちゃん。でもはるちゃん読むの下手だからな。手紙も下手だわ、読むの。タテンの楽曲聴いてみたい。え、もうね、本当にやりたい曲多すぎてなんか迷ってる、本当にね。何やりたいって。でもはるちゃんさ、あれなんだよね、あのいつか、あのこれ生誕じゃないんだけど、いつか、いつかなんですけど、本当にテモデオの涙をやりたい。え、誰とやりたいって。はるちゃんは、スモか、スモかなっちゃん、スモかなっちゃん、どっちか、ね、でもみんな、みんなとやりたいけどさ、スモちゃん、スモちゃん似合いそうなんだよね。そう、わかる？ね、スモちゃん、そうなんだよ。ね、スモ似合いそうだなって思って。ね、そう。だからスモ、あの身長もね同じぐらいだし、なんか二人でさ組んでもなんかいい感じになんかマッチしそうかなって思って。もうなっちゃん。なっちゃんもね、いいんだよな。なっちゃんもいいと思うんだよ。え、まさかのポニーテール、かわいいってめっちゃ言われるんだけど。え、ありがとう。プロフェスばりに心得たよ、センターで はっちゃけてほしいって。え、ありがとう、嬉しい。でもね、あれなんだよね、どうしようね、今までやったことない曲をやるか。でも心に太陽もねめっちゃやりたいんだよ。でも今悩んでる、どうしよう。なんかね、何やろうね、悩むな。不思議に思って、あ、不意に思ったけど一人称ってハルチュンって、いや、あの配信ではハルチュンだよ、普段はハルです。ね、普段はハルだけど配信ではなんかハルチュンって言うんだよね。ハルって言いたくないんだよ、でも私とも言えないだから。あ、昔私だった、私だったんだけど、なんかいつの間にかなんかはるちゃんはるちゃんって言われてるうちに、なんか半年ぐらい前からはるちゃんになっちゃった、配信で。そう、なんだ、なんだろうねこれ。絶望の後でね、あ、いいじゃん。あ、やばい、あ、よかった、コメントが溜まるところあった。ヤッホーみんな。ね。
ところですね。え、はるちゃんお休みモードだった。やばい、お休みモード解除しないとダメだ。メールの通知が、あ、やばい、お休みモードにしてたからさ、なんか LINE 来てたの気づかなかった。パパからチョコはちょこっとにしなって来てたね、なんかびっくり。可愛い子発見ありがとう。47じゃない、47の素敵な町園でしょね。私もね、あのめっちゃ好きなんですよ、めっちゃ好き。47の素敵なあの町園。それさ、あのそれをあれか、8人生誕祭のあのメンバーでみんなで、あの自分の都道府県を言うか、そのまま、北海道から順番に言っていくか、どうしよう。自分の都道府県を言う感じ。もしかしたら千葉とか新潟とかね。新潟4連発する場合もあるね。自分の都道府県か、やっぱり、ね、私あたい一人称私じゃない、はるちゃん。でも春だな、春。南川でお願いしますって。南川ってそんな呼ばないよ自分で。そう、ね、スルーしてない。あのちゃんとスタンプ送ってた。スタンプ送っといたよ、えへっていうスタンプ。急に仲間意識感じた冬だねパパさんって。寒そう、寒いってことか。はるか可愛い、ありがとう、ね、ファンの方もコールしてくれるよね絶対。言いたいことがあるんだよ、やっぱりはるかは可愛いよ。ハルチュンなのかな、ハルチュンかわいいよかな。好き大好き、やっぱ好き、やっと、え、なんだっけ、やっぱ好き、やっと見つけたお姫様だっけ、うん違うな、好き大好き、やっぱ好き、やっと見つけたお姫様。これあだよね、これ待って、やっと見つけたお姫様、なんだっけ、これなんとか、俺が生まれてきた理由、それははるかに出会うためみたいな、分かんない、もう世界で一番愛してるみたいな、え、そんな感じだよね、え、そんな感じだよね、え、合ってたね、そんな感じだよね。はるちゃんさ、このコールしたことないんだよねこのコールしたことないんだけどね、まあ、あの聞いてて、あのしてる人を聞いてたんですよ、あのコールしてる人を聞いてて、あ、すごいなこのコールってね、すごい感動、感激ですね、感動したよね、え、わかる、ね、はるちゃんも感動したね、このコールしてほしいな、このコール、確かにこれいいな、はるちゃんやってほしいな、悩む、どうしよう、
あ、陸泡の時ね、すごかったよね。ね、ウザビットありがとう、こんばんは。えほう。ね。はい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 、全通したの。かいこ発見ありがとう。ねえ、まず全員でお手本、メンバー全員で、え、できる人いるのかな。ユーハ、ユーハとか、あ、ユーハできそうだね。ユーハは絶対できると思う。あと誰かできないかな。誰ができそう。ことがあるんだよ、やっぱりはるかは可愛いよ、好き好き大好き、やっぱ好き、俺が生まれてきた理由、それははるかに出会うため、世界で一番愛してる、愛してるだけ。なんか足りなくない？なんか足りない？なんか足りない？いや、合ってる？俺と一緒に人生歩もうだ。それだ、それだ、なんかそれだ、なんか足りないと思ったらそれだ。ありがとう、ガチだ。一緒に人生歩もう、で世界で一番愛してるからですか。で、そういうことね。すごい、確かに菜々美さん最高会話やるから覚えてきてって言ってた気がする。え、でもさ、なっちゃんできた気がする。なっちゃんなんかさ、はるちゃんと私とさコラボ配信した時にさ、なっちゃん言ってた気がするんだよね。なっちゃん言ってなかった？なんかコールしてた気がする。前言ってた気がするんだけどね。みんなで練習しよう、これね。何の曲だ、ね、キス調でこれできない、ガチ恋工場できなくない？最高回をめっちゃさ盛り上がったよね。確かにコール揃うからね。好きって好きって最高回を、恋って恋って最高回をね。すごいすごい楽しかった、記憶しかない。いや、ほんとすげー。リードちゃんの初めての星もね、確かに爆湧き。みんなが知ってそうな曲で盛り上がる曲をやりたいな。
ね、みんな何の曲知ってるか。うん、うん、ちかなさんすげえ。あ、一人でやってたの？ずっとずっとハート型ウイルス。なんかハート型ウイルスってあれだよね、なんか好きみたいみたいなセリフあるよね、なんか絶対になんとかかんとか絶対にありえないって思ってたのに、なんとかなんだっけ、調べようね、かわいいよね。絶対にありえないと思ってたけど、なんだか私あなたのことが好きみたい。でもこれ3人じゃん。3人ってむずいよね、選ぶの。ユニットになっちゃう。ね、3人といえばヘンテコリズだよね。わかる、思った。でも私大島麻衣さん好きだったんだよね、かわいい、かわいかった。好きみたい、たい、たいねえ、ユニット、どうしようね。はるかちゃんがそれしたらウイルスにやられる自信があるってありがとう。なんかはるか型ウイルスも感染力強そうってそんなこと言うなよ、多分強いかも。ね、みんな NMB 好きなの？どうする、カモネギックスでみんなで踊っちゃう？マイマイ可愛かったね。マイマイ可愛いよね。あ、ベルちゃんね、確かにベルちゃんソロしてたよね。うわ、青春のラップタイムがいいの？みんな
でもさ、はるちゃんさ、あれだよ、あのはるちゃんさ、これもさやってみたいんだけどさ、絶対ね、これね、あの絶対3期じゃできない曲なんだよ、はるちゃんがやりたい曲、あの SDN さんのガガガ3期絶対ダメなんだよね、中学生がいるから、中学生と高校生だね、大人すぎるやつ、おお絶対ダメなやつね、何年後かにできないかな、これ何年後かにできない、レイカあと何歳、ね、リリカノリノリでやりそうだけど、リリカ中学生なんよまだ。学生アウトか、うん、マジ、じゃあ高校生もダメじゃん。じゃあ自称大人面でガガガ自称リリカで、リリカさんも3部でやりたかった曲がまだ早いってダメだったらしいって、あ、マジマジか、ね、自称だったら確かにリリカ入ってきそう、マジで入る、絶対入りそう、ね、15歳、若っ、何の曲選んだんだろう、抱いてやっちゃうのかね、リリカ、何の曲、抱いてやっちゃうじゃない、いやでもやってるか、じゃあ違うか、そういえばね、抱いてやっちゃやってたわ、そういえばやってたから、何だろう、え、何がダメな、何の曲だろう、めっちゃ面白そう、え、何だろう、リリカに聞いてみようかな、ね、本人に聞いてみよう、めしべとおしべ、もしかして、そんなことないよねそんなことないよね、リリカ、なんだろう、んー、なんだろうね、大人っぽいおしめし、なんだろう、48グループ、大人楽曲調べよう、なんだろう、おしめとめしめ、イノセンス、なんだろうね、気になるね、でもリリカがさ選びそうな曲でしょ、うん、なんか有名な大人楽曲かな、なんて言うんだろう、なんかリリカが生まれた時、あのリリカが生まれてる年齢、いやリリカが、え、佐渡へ渡る、え、マジ、え、でも選びそうだな、
歌謡曲、あ、歌謡曲、あ、そっか、歌謡曲歌ったりするからね。あ、確かに。え、どう川の流れのよ確か、なんか、あ、ジッパーありそうじゃない？ジッパー、ワルキー、待って、ワルキーじゃない？え、ワルキーいける、いけないか、いける、ワルキーいけるかな、あの年齢。ジッパーか、でもそこら辺だと思う、そこら辺かなね。なんかジッパーしそうって言ってそうじゃないはるちゃんもそう思った。セーラー服を脱がさないでっていいね。セーラー服も、ね、気になるな。え、でもさ、ワルキーとかさ、ジッパーとかってさ、リリカのさ、あれだよ、リリカの憧れの先輩がやってたから、あのリカさん、大体やっちゃんもさ、やりたいって言ってたじゃん。リカさん多分やりたそうだね。ラジオ体操かなまさかのね。ちょっと メール、あ、ごめん、メール書いてた。そう、忘れてないよ。可愛くは発見ありがとう。ガナーで、今ガオーかと思ったらガナーだった。なんかさ、こうやってさ、こうやって普通にしてたらさ、ここが今はなんかやばい、ここ硬い。昔の曲、確かに。でもはるちゃんもリリカと話合いそうね。あ、やばい、くしゃみ出そう あーやばい、お腹に響いた、お腹今お腹ジーンできた。なんかくしゃみするときついな。あ、今日ね、やばいよね、いい加減決めないとね、やばいよね普通に。あのね、なんかね、めっちゃ候補出してくださってね、みんな。悩むね。でもさ、あれなんだよね、昨日の夜から今日のあの返信メール読めてなくて、あの今日出してくださった方とかは全然読めてないんだよね。ね、ごめんね、今日、ね、読もうかと思ったら10時までで過ぎちゃってた。ちょっとさ、あれなんだよね、みんな
みんなは分かんないかもしれないんだけどさ、はるちゃんねちょっとね最近ねキーボードに怒っててさ、ね、ねちゃんとはるちゅんって打って、こうポチッと押すとはるちゃんになったり、はるちゃんになるか、はるちゅんのはるが漢字になっちゃうんですよ。春って季節の春になっちゃって、でこれにまず一つ怒ってるんですよ、ね、それではるちゃん怒ってんのと、あと NCT あるじゃないですか、 NCT さんの何番組で全力応援 RBBB が NCT さんなんですよ。で NCT って打ちたいのに NGT になっちゃったり、変換がね、これにまず怒ってる、ね、NCT が NGT になる地味にさこうね、やばい、やばい、こんな言ってたら、こんなこと言ってたらはるちゃんやばい、あと1分になってた。そう NGT 愛に溢れてる。好きです、やばい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 、あ送っちゃった、えもうあもうまあ11時過ぎちゃったけど、まあ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 大丈夫でしょう。明日の配信は21時から22時、まあ最終時間は決めないでおこう。21時からやろう。よし、風呂チャレー。よし、読もう。そうなんだよ。予測変換切れるのこれ。そう、NCT って打ったはずなのに一番最初に NGT48 ってなるんだよ。そう NGT 愛だよこれが。うんね、NGT プレゼンツ日向マーツ、そう NGT になっちゃう。今までの実績的にまだ大丈夫なはずって言ったよね。そうだよね、可愛くて美人で最高、ありがとう。これもしかしてはるちゃんもう1時間配信したっていうこと？早いね、ちょっとね、すごい早く感じる。早くない？なんかなんでこんなにさ時って経つの早いんですかね、時間。今まで思ってたよね、今まで思ってたんだよ。そう、朝が一番早いんだけどね、なんかバイトの時間はめっちゃ長く感じたんだけどさね、こんな配信早いんだ。楽しいからか
幸せだからか。そうだよね、そうだよ、そう思います。はるちゃんもね、でもバイトの時間って本当に憂鬱だったな。今来たばかりです、今でしょって絶対絶対嘘やん。俺はミト打ったら南川って出てくるって。え、お前本当ありがとうございます。はるちゃんもちょっとやってみよう。ミ、あ、ミって、私あの見るのミだったね。南川じゃないの。南川じゃなかった、見るだったね。仕事をしてたから全然見えてないって。あ、でも来てくれてありがとう。可愛い子拝見ありがとう。 ねバイトってね、自分から始めるのにさ、そう嫌だって文句言うよね、わかる。アカウントダウン配信ね、全然大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、みたいでした。俺も試しに見て打ったら見えがね。推しやん、推しやないか。もう三村ひのだったって。み私じゃないの。え、こっちもみなんだけどね。なんか、あ、でもね、 iPad のさ、みだとさ、これになる。あの3個目これになった。南か、あ、ちょっと押してよ。あ、これ3個目の実がこれ、南川春。香りの花が欲しかったな。歯でやってみよう。あ、歯は普通の歯だったね。歯は普通の歯だったね。これ消えないんだけど、テロップ、あ、消えた。は、ちょっとこっちにしよう。は、あ、ダメだ、私の iPhone はってやるとはるちゃんのメールアドレス出る。やば、メールアドレス公開しちゃうところだった。そうだ、あ、そうだ、辞典に追加したんだった、自分のメールアドレス。え、待って、今テロップ出てきたんだけど、え、これバグってんの、これね、ねえ、いきなりテロップ出てきたんだけど、はるちゃん、え、みんなのところにもテロップ出てる、これ。消えたのにさ、出てきたんだけど、南川春がね、はるちゃん、え、怖くない、え、怖くない、今消えたのにいきなり出てきた。はるちゃん何も触ってないの、マジで。え、やば、え、怖っ。ねえ、メアドじゃなくてよかった。え、危な、なにこれ。ね、怖い、今消した、もう一回ね、怖っ。え、やだ、なんかこの家やだ、この家やだよね。そんな家のせいなのかな。え、幽霊じゃないこれ、絶対幽霊だよ。メアドだったらスクショしてたよってね。メアドだったら、あ、でもメアドって変えれるからね、全然メールアドレスって変えれちゃうんだよ。そういえば、めんどいけど、え、便利だけど危ないよねって。確かに自分も目で打つとメアド出るの。
え、メアド、でも楽だもんね、これ。また出てきたらもう怖いわ。あ、はるちゃんのメアド当ててんの？はるちゃんかわいいかなって。え、もしさ本当にそれだったらさ、なんかちょっと嫌だよね。なんかちょっと嫌じゃない？ね、これさ、もしあの友達とかに、友達とか、まあ友達とか、友達にメアド教える機会ってさ最近減ったけどさ、何こうメアド教えてくださいって言われた時にさ、あの必要な時にこれでさ、はるちゅん、はるちゅんドット可愛いですみたいなさ、これちょっと説明がちょっときついかもしれないね。ちょっときつくない、これ。はるちゃん恥ずかしいな。なんかあとさ、なんかプリクラ撮るとさ、撮るときさ、なんかメアドをさ打ち込んだらさ、それがあのプリクラがさ来るんですよ。それの時にさメアドよく打ち込んでるんだけどさ、ね、打ち込んでるんだけどさ、その時にさ友達にさメアドもし見られてさ、なんではるちゃん可愛いなのって言われたら、本当になんかちょっと気まずくなりそう。モバメのアドレスとは違うよ、はるちゃんの。モバメのアドレス何にしたっけ、見てこれすごい。ね、モバメの、あ、それだ。うわー、はるちゃんさ、ね、うわー、なんかやだやだ、なんかそれね、顔、なんか可愛いメアドがいいって思ってさ、ね、可愛いメアドにしたくてその顔文字入れたんだよな。ね、やだ、よく考えたらさちょっと嫌だよねこれ。ハセスのメアドですか？え、待って、はるちゃんそういえば3期の見れるんだったね。そういえばメール取ってたんだった、昔。すもも、え、待って、どこだ、ちょっと待って、すもの、みんなのメアド見たいんだけど、すもも、そう、最初の頃って、うわっ、かわいい、すものメアド、かわいいわ。で、最初の無料期間ではるちゃんも、そう、はるちゃんも撮ってた。あ、そうだね、なっちゃん、そうだよ、なっちゃんきゅうりなんだよね。そういえばなっちゃんきゅうりだったな。3期みんなおしゃれですか、これ。え、これユーナのやつどういう意味、これ。
これ SWIM って何、これスイン、スイン何これね、みんなおしゃれ、これえ、これ何、これスイン、スイム、何スイム、あ、スイミングのスイム、そういうこと、やば、何すごい、そういうことはね、あと誰だ、あとルアの身よ、ルア、ルアルアルアちゃん、ルアちゃんのメールアドレス見して、あ、あ、なるほど、ベルちゃん意外と普通、リリノってさ絶対おにぎり入ってるよね、リリノ絶対ちょっと言わないでおこうね、予想当たっちゃった、おにぎりリノだったそうだね、おにぎりで、あともっちゃ、もっちゃは何にしてんだろう、え、分かってて言ったんじゃないんだよ、全然全然ね、知らないけど、あ、みゆちゃん1117出てきた、ユーハシンプルだ、あ、もっちゃんもシンプルあ、リリカもシンプルだった、メアド変えたいけど設定とか変えるの面倒で手が出せないって、え、わかる、わかるよ、でもはるちゃんね、あのメアド変えたんだよね、そういえば、なんかメアドなんかね覚えられなくて簡単メアド覚えられなくて、なんか間違って覚えちゃってて、そう、なんかはるちゃんさ、あの中学生の時に、中学校3年生の時に気づいたんですよ、間違えて覚えてたので、なんか今までね、メール全然届かないと思ったら、まさかのさ、今までね、あの携帯持ってる3年間ぐらい、あのメアド間違えて覚えてて、その間違えて覚えてた方のにメアド変えたんだよね、やばいよね、今まで登録するときね全然困ってなかったんだよ、本当に困んなくて、ね、最初はね、あの最初はそうこうなんだけど、そう確認メールとか全然来ない、そうだよ、そう来ないです、だからびっくりした、そうそうなんだよ、ね、今までメールなんか、だからオーディションとか受けるときなんかさ、応募完了メールとかさ、なんかそういうの届くはずなんですけど、あのあと合格通知ね、メールのときとか、ね、絶対ね、他の第三者のところに届いてると思う、絶対ね、はるちゃんじゃない、やばいよね、怖くない、いざ考え、今考えるとね怖いね、そのアドレスの人いるんじゃない、え、そのアドレスわかんない、
どうだろう、ちょっとこれ届いてますかねって、ちょっとメール送ってみようかな、このメアド使ってますかって、迷惑メールだと思われるかな、怖そう、ヤッホーって、ね、帰ってきたら怖い、確かに確かにそうだ、使ってますかって確認メール私がちょっとしてあげるね、ちょっとしてみようかね、このメールアドレス使ってますかねって、え、なんかこれやるのにハマってんだよね、これ、え、すごくない、耳に引っ掛けるっていう、ちょっとシュールすぎる、あ、そういえばもうすぐ配信やめる待って、ね、そういえばじゃない、絶対ね、絶対そういえばじゃない、ちょっと間違えた日本語、そういえばで言うことじゃなかった間違えちゃったね、ちょっと夜ご飯食べないといけない、はるちゃんお腹すいたんだよね、もう夜ご飯今から作ろうね、もうすぐ、そう、もうすぐやめるよ、いや、夕飯キムチ鍋なの、あ、いいな、ね、いいな、はるちゃんもキムチ鍋がいい、ママ、ママ、キムチ鍋がいい、ママ、ママ、ママ作って、でもさ、はるちゃんね、そう、キムチ鍋ね、もう、食べ過ぎちゃって、そう、みんな聞いてよ、なんか結構リクエストしちゃってさ、そう、ね、結構リクエストしてさ、なんかみんなにまたキムチ鍋かよってね、ママ以外のみんなにまたキムチ鍋なのみたいな言われてるんだよね、そうだからはるちゃんね、本当にキムチ鍋食べるなら一人じゃないとダメらしい、なんかまた自分で作ってみようかな、みんなと晩ご飯違うキムチ鍋、そう、なんかね一時期さ食べ過ぎちゃって、でもう作ってくれなくなっちゃって、去年かな、去年ね一人で3人前作って1日ぐらいで完食してた、そういえば懐かしいね、キムチ鍋ちょっと作っちゃおうかな、ね、あ、野菜送るって、え、欲しいなそう、何時間もかけてキムチ鍋食べてたの思い出だ、みんな飽きてきたらしい、南川家のみんなね、悲しいよね、はるちゃんは毎日キムチ鍋でも本当に嬉しいのに、なんかまたかよみたいな言われちゃってね、悲しいんだよ、だからねキムチ鍋をそんなに食べたければ自分で作りなさいみたいな、ね、自分で作りなよって言われちゃったからね、その時だからね、一時期一人で作ってたな、キムチ鍋ママ作ってよ、交代要員ならここにいますよって、え、ありがとう、何日連続で食べたらはるかちゃんも飽きるかなって、どうだろう、え、でもはるちゃんね意外とね焼肉とかでも何日でも連続でもいけちゃうんですよ、本当に、だってさはるちゃんココイチのカレーを2日3日連続食べたんですよ、そういえば、なんか食べたくなっちゃって納豆カレー
3日連続とか。そう、だからハマるものにはハマるんだよ。でも3日が限界なのかな。え、どうなんだろう。キムチ鍋、うん、パスタね。パスタ茹でてあげるよ。菊芋ですか。え、食べたことないかも。納豆カレーね、そう、美味しい。こんばんは。最初ね、納豆カレー否定的だったんですよ。そう、でもなんかサッシーさんの YouTube だっけな、なんかの YouTube で、そう、納豆カレー食べてて、え、なんか美味しいのかなって思って食べたらマジ美味しくて、本当にもうびっくりみたいな。だからおすすめです、納豆カレー。こんばんは。納豆カレーはるかちゃんが食べなかったら一生食べなかったと思って。え、待って、食べたの？そういう、そっか、そうだ、納豆カレー、そうだそうだ、ね、結局、あ、待って、結局グミの写真送るの忘れてたんだが、やば、そういえば言ってた記憶がちょっとあるけど、ちょっと忘れちゃったかも、ね。ね、グミの写真忘れてた。明日の朝送ろう。やばい、グミ部じゃなくなっちゃう。やばい、クビになっちゃう、グミ部やだな。こんばんは、かいこ発見ありがとう。明日の仕事のやつはグミにしますって。あ、いいじゃん。いや、除名されちゃうの、はるちゃん。やだ、グミ部そんなに厳しかったのね、びっくり。それはやだ、そんなこと言わないで。これから毎日頑張るから。え、じゃあちょっとさ、他のあのグループに聞いてみよう。グループで 3人のグループあったんだ、そういえば。そういえば3人のね、3人のグループでグミ、あ、名前変えよう。ワールドグミ研究部にしよう。ブザビットありがとう。アマオのチョコっとグミ食べてますって。え、美味しそう。ワールドグミだよね。え、なんだっけ、ワールドグミ研究部だっけ。え、正式名称教えて、ちょっと。え、みんな知ってる？なんだっけあれ、正式名称覚えてない。菊芋シャキシャキホクホク美味しいぞって。いいね、可愛い子発見ありがとう。ルア氏もグミのこと放置していたことがあるので大丈夫です。あ、大丈夫、あ、ならよかった。あ、合ってる、ワールドグミ研究部で地球儀でしょ。地球のマーク、地球のさ、あれだよね、あれもあるんだよ、地球のさ絵文字ってさいっぱいあるんですよ。そういえばみんな知ってた？地球のさ絵文字いっぱいあるの。なんか書いて、どれがどれだかわかんない。これとかこれとかこれとか
ほら向きが、どれが大陸が違う。ルアの大陸はどれ。待って、みんな言ってることは違うんだけど、どうしよう、これどれなんだろう。まあいいや、これね。ルアの大陸はアメリカなのかな。ね、わかんないね。地球から見てますって、ありがとう。アースマダガスカル、ね、アメリカ分かりますよ私。アメリカさ、これでしょ、これあの真ん中の、違うの、これ真ん中の、日本が入ってないの選んでんの、これ。待ってこれさ、なんかユーナにさ、なんかユーナにさ、なんかさ、ユーナからさ帰ってきたんだけどさ、グミの宣伝って毎日してますかって聞いたらさ、ね、さすがに毎日できてないです、自分いつ毎日配信やめてもいいように名前変えたなって言われたんだけどさ、そういうつもりじゃなかったんだけど、そういうつもりじゃなかったんだけど南川やりやがったなってルアに言われた。やばい、そういうつもりじゃなかったんだけど誤解なんだけど、違う、そういう誤解を生んでしまった。やばいね、これ直した方がいいの、これマジ。そんなつもりなかったそんなつもりなかった。やばい、やりやがったなって言われやばい、待ってくれ。どうしよう。でもさ、元の名前さ、待って、配信今見た、誤解なのでって、あ見てんの。ありがとうね。ただグミが大好きなんです、本当にグミが大好きなだけなんですよ。うわー、見られた、あー見られてた、いたわね、いた。これ偽物かな、この肝というな、ね、これ偽物、これこれ絶対偽物だよねね、ね、はるちゃんの旧姓が南川なのって、はるちゃんって旧姓が南川なのって、はるちゃん旧姓なの、これ今の名字なんだけど、どういうことこれ、はるちゃん、もしかして結婚してるってことこれどういうことだ、旧姓が南、どういうことだね、はるちゃん結婚しないよ気まずいの、なんかね、今日は楽しいね、ね、偽物だなって、これ偽物なの本当にね、はるちゃん冗談で言ったんだけど、明日仕事休むって、あー寝込んじゃうこれ、はるちゃん全然ね、そんなことないんですから大丈夫、安心してください
ね。ね、ユナまだ見てんのかな。ユナ、ユナを見て、もっともっとユナを知って。もっともっとユナのことをしてほしい、ね、ユナのさ自己紹介ってさ本当にさあれだよね、声さ大きいよね、すごいさ、なんかはるちゃんさこうさなんか聞いてるとさこうユーナ反対側にいるんだけどさめっちゃ声が聞こえるんだよ自己紹介の時、なんか地声が聞こえる、マイクからスピーカーの音じゃなくて地声が聞こえるんですよユーナの声が、なんかね、だからいやすげえってこっちまで聞こえるよってホットホットって、え誰でこのねえマイクいらないよね絶対、ねマイクのボリュームどのぐらい調節してるんだろうって、えだよねみんなとさ同じぐらいだったらさあれだよねユーナの声絶対キーンってなるのかな、あユーナね今配信するって言ってた、そういえばね、そう配信始めますって言ってた、ねユーナに本物だわって言われてたユーナね、元気な自己紹介はるちゃん全然え、わかんない、はるちゃんは一番最初の自己紹介、あの一番最初になってあの一番手に自己紹介やるんですけど、なんかすごいねハーハー言っててちょっと大きな声が出なくなったね、ちょっとバテ、あの3曲バテる、ね、結構ね、みんなが思ってる以上になんかあれハードすぎる、なんかパーティーがやばい、パーティーのあのジャンプがきつい、飛び跳ねるところがきつい、ね、あのジャンプが結構つらいね、あのジャンプね頑張って高く飛んでるんだけどあれ結構くるんだよな足、なんかもう公演終わったらなんか筋肉痛になってるもん、うざびたありがとうね、ぴょんぴょん頑張って飛んでるんだよはるちゃん、あもう36分じゃん、はるちゃんももう配信やめようね、全然気づかなかった、もうすぐって言ったのに全然もうすぐじゃなかった、ね、初っ端にさ体力削られるんだよ、そうでもその後ね全然ハードじゃないからね、ずっと見てられる？ありがとう。ね。NGT48 ハードだよ。ハードすぎる。きつい、あれも。え、2部の、
2部のあのさ NGT48 のさあとのさ3曲あのしゃべぴしそしなキス調あの3曲もやばい、あれやばいね、本当にもうしそしなもそうだけど、ね、最後の最後にキス調っていうのがちょっときついんだよね意外と。あの曲ね、あの簡単そうに見えて意外とねきついんだよあれ。なんかキス調めっちゃ疲れる本当に。移動っていうかさ、ここが一番疲れるんだよね。てててててってこれが一番疲れるんだよねめっちゃ。あそこはやりたくないあれちょっと疲れちゃうね、あそこのあとあとどこが疲れるかなね、あ、わかった。初めて出会っての足のステップ、足のステップ、こうやってトゥトゥトゥン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 のところ、あれもあそこも足がきついきついきつすぎる。そう、あ、昨日のマックス全力だった。あ、そう、昨日のマックスね、あの昼公演だよね、昼、あの、あ、夜もちょっと全力だったんだけど、昼公演の時のあれはあの初期のルアーのダンスを真似してみた、ね、初期のルアー24時間テレビのあの24時間テレビの時のルアのあのダンスです、あれ、それを真似したんだよ全部。そう、隣にルアがいたからでルアにバレてた、真似してたでしょってそう、ルアの真似したんだ。見てる側からすると吉祥はハードなイメージなかった。確かにそういうイメージないよね。ね、あ、ちょっとコメント遡ろう一回。桜の花びらたちのステップもちょっと疲れるね、疲れますよあれ。しゃべぴ全力出してくれてんの、ありがとう。よし、はるちゃんもう夜ご飯ちょっとこの12時に終わったらさやばいから、次の日のあれになっちゃうから、ランキング今から読む。そう、結構強めに足を上げないといけないんだよ。そうだからちょっと疲れちゃうよね。よし、じゃあランキングいきます。13位からいきます。13位ちっちのまちゅん、ありがとうございます。12位チュンソンチュン、ありがとうございます。11位サリョチュン、ありがとうございます。10位タカピロチュン、ありがとうございます。9位アベベシャリゾーチュン、ありがとうございます。8位リエチャンズチュン、ありがとうございます。7位ビールバラチュン、ありがとうございます。6位酒井秀一チュン、ありがとうございます。5位ゴーチュンのまちゅんチュン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 、ありがとうございます。4位ケイタチュン、ありがとうございます。3位ドラミちゃんのまちゅん、ありがとうございます。2位ケンジちゃん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルン、トムちゃんです、ありがとうございます。はい、ありがとうございますね。また明日も
待ってるね。今日もありがとう、来てくれて。またね、みんな。おやすみ、いい夢見てね。明日も頑張ろう。またね、お疲れさんでしたって、ありがとう。またね、おやすみ。またね、おやすみ、おやちゃむ。おやすー。ありがとう。またね。おやすみなさい。バイバーイ。お疲れ様。